体が減ってくるとちょっと隙間が空洞が生まれます。そうやってねどん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 空洞ができて最終的に溶岩の流れストップして出来上がるのがこの溶岩と、これはねその中ですぐ大きいと、こんな大きなトンネルがあって感じあるのっていう、本当に大きい。うちの家にもあるんですよ、溶岩トンネル。うちはねこれぐらい。